はい、こんばんは。ご紹介いただきました衆議院議員の原田義明でございます。実は元谷会長のですね、ご紹介で、この場で3、4回お話もさせていただいたところであります。都度私は今政治家であり、また外交関係のですね、責任者の一人だと思うんですけど、大体元谷会長代表の皆さんとですね、同じような思いでいろいろ話をさせていただいておりますが、今日はちょっとせっかくの機会ですが、ちょっとトーン変えて、経済政策といいますか PFI というですね、ちょっともう一つ大事な政策についてお時間いただいてお話したいと思います。その前にただいまのコートジボワールの大使様、素晴らしいお話をいただいたところです。コートジボワールってことですね、なんといっても私ども日本とじゃ先立てのサッカーでですね、手痛い敗北をしたところであります。私はあんまり 専門家あれではないんですけど、マニアじゃないんですけどね、さすがに今回のワールドカップは、大事なところをよく見ました。日本の代表につきましてもね、一点選手して喜んでたところが、ドロップは選手が出てきた途端に2点3点と取られましてね、なんと情けないというふうにですね、思ったところであります。切ればともかくね、精神力が足りない、なんかパニックになると途端に崩れてしまうということです。私は自分のホームページやらいろんなところでね、もう一回精神を鍛え直すべきだと、こういうことを言ったところであります。ただですね、実は先だってのブラジルの様子をドイツ戦とのあれを見てますとね、1対7ということでこれはもう大敗しましたし、次の日は0対3で、6回負けましたね。僕はブラジルでも世界一だと思ったブラジルでもですね、ああいう負け方をするのというのについてはですね、やっぱりあながち日本の選手ばっかりでなくて、やっぱりああいう最強の選手でもここ一番の時には精神的崩れることがあるんだなと、こういうことも思いましてね、逆にみんな選手というのはもう本当に命を懸けて頑張っていると、それやっぱり負けるときもあると、むしろ、次の機会4年先でも何でもね、そういう時にしっかりまた夢をつないでこれから頑張ればいいじゃないかと、私は敗者への鎮魂という文章でですね、短い文章を書いた私は自分の講演会にですね配ったということでありますが、それでいたしましても、さまざまスポーツ界でもですね教えられることが多いというのが私のサッカーワールドの印象でありました。今日はもう一つですね、私は自民党の中堅幹部でありますけれども、国際情報戦略委員長というのをですね、実は拝命して、来週にはアメリカにも行って、その辺の講演やら、みんな率いて行ってくる予定であります。今日は自民日報の菅さんもおいでになりますからね、また後でまたいろいろなご意見を聞きたいと思います。今日は本論ではありませんけどね、ただやっぱり今、日韓、日中が非常に厳しいところで、私はやっぱり最後はね、しっかりとまた正しいことを踏まえて、討論すべきだと思いますけどね、なかなか国と国ということになりますとね、なかなかそういうわけいかんままですね、今の中国、韓国の反日宣伝というのは、これはさすがに目に余るというような観点から、私はやっぱり日本も今まで少し真面目に、正しいことさえ言ってりゃいいやと。言ってみれば広報活動さえしっかりやってればいいなと思ってましたけどね、それじゃやっぱり十分でない、むしろ情報戦略というその戦略ストラテジー、これをですねやっぱり日本も積極的に発信するようにならないとですね、ただ正しいことを広報予算を作ってね、
やったんじゃそれだけが十分でないというようなこともですね、まあ、今考えておりますの責任者としてですね、まあ、我々もしっかり正しくしかし、積極的に物事を攻めていくというのは日本でなければならないということであります。ここはまた元谷代表とはですねよく意見の合うところでありますけど、まあ、今日はちょっとそういうことで、いや本当になりませんのでねこれぐらいさせていただきたいと思います。まあ、なお日本また自民党公明党のですね自衛権集団的自衛権につきましてもですね一応政府の自民党と与党としては昨日おとといの衆議院参議院の集中予算審議でですねとりあえず国民への説明も終わったというような気持ちでさらなる手続きを取っていきます。まあ、これについてはまた後日また別の会でもですねぜひまた説明し方皆さん方も勉強しておられると思いますけどね、まあ、要は日本は、まあ、憲法9条、まあ、あるけれどもですね厳密に言えば当然自国を自分で守るのは当たり前のことであります。同時にですねどうしても日本を助けるそのアメリカ同盟国がですね一緒にやられるといった時にねやっぱその国にですね最低の、まあ、手助けするのは当たり前のことだ。これが、まあ、集団的自衛権のですね本質でありましてむしろそういうことによってじゃあ抑止力を強くするということが一番大事なことでありまして要するに日本が抑止力を持てばですねそれだけよそから攻めてくる可能性が少なくなる。もうこれに尽きるわけであります。ところが野党の皆さんの中にはね、そのことによって日本は戦争に入るとか戦場に子どもたちが起こるとこんなことを言ってますけどねこれはもう全くの間違いであります。だから55年前にですね昭和60年に、日米安保条約が成立しました。その時に同じことを、まあ、共産党の代表は言ってたらねとにかく日米安保が締結されれば、まあ、岸さんそれでまあやめたんですけどね締結すれば直ちにアメリカのあれ追随してですね戦争に行く日本の子供たちを戦争に行くもうそればっかり言ってこの安保条約というのはとりあえずできたわけですどうですかこの55年間一人として一度として日本は戦争に行ったことはありませんし戦争に亡くなったこともありません。まあ、しかくかようにですね要するに抑止力さえきちっとしていればそれこそその戦争に行く生かされる可能性というのはゼロになるわけであります。まあ、その辺を国民の皆さんにですねまあ、なんとか納得してもらわなきゃいけないまだまだ努力ありませんけどねそんな感じであります。まあ、政治経済の話をしましてですね実は今日ちょっとこういう私の個人新聞のものであります。日付を見ますとね平成10年2000ってもらってますからねかなり昔のあれで私もかなり若い写真を見ますけどまた、何千枚も選挙区でね、ばらばらにまだこういうことをやってるということでありますが PFI っていうのは皆さんご存知の方おられますか PFI っていう言葉、まあ、ポツポツ新聞にはね祈るようになりますが、まあ、これ自体もう十数年になる概念であります。まあ、文章は本物はですねプライベートファイナンスイニシアティブこれの略がですね PFI という言葉であります。実はこれの法律ができたという、まあ、原案も私も、まあ、メインになって書きましたしそれから国会での法案審議も私も責任者としてやったんですが特段の思い入れがありますし、まあ、人読んでじゃなくて自分読んで私はね日本で最大の PFI 権者だと実はまあ自負してるんですけどね誰も言ってくれませんがですね、まあ、PFI というのは何か実はこれはですね非常に単純なんですよ。非常に単純であります。要するに、公共事業というのはですね今まではまあそれまではですよ公共事業というのは全て税金でやらなきゃダメだというふうにこれは日本の財政政策では言われておりました。全て税金ですね。例えば市役所の庁舎を建てるんですね当然のことなの
氏という役者はですね、上手やらないなと、その中で、それを立てる。これはおよそ公共事業というものは全部財政、すなわち公のお金で建てるということが前提であります。力はですよ。じゃあその税金が足りない、まあ言うまでなんか言うまでもなくですね、じゃあ地方にお金がなければ、国にお金がなければ公共事業ができないかというと、まさにそうだったんです、ね、それが平成の10年代ぐらいまでですね、ずっとその議論がありましたけども、日本も財政が豊かになった時、貧しくなった時がありますが、まあ、実は常にこの議論がですねあったわけでありますけども、当時これが2000、今から十数年前でありますけども、もう極めてやられた時、山崎拓政調会長全自民党はもう辞められましたね。私もその下でですね、実はみんなで勉強しに行ったことがあります。これが当時のイギリスのですね、サッチャー政権、サッチャーがですね、イギリス領であるとかでいかにこの立ち直ったか、まあ、そういう意味でですね、サッチャー政権の中でこの PFI 政策っていうのはですね、大きな役割を果たして、まあ、それをほとんど真似て私どもも、まあ、自民党主導でですね、この制度を作ったり、非常に端的に言えば、国ないしは自治体の財政、国のお金でしか公共事業をですねできないというのに対して、単純な話ですね、民間のお金を借りてきてですね、それでもって公共事業できないんだろう、まあ、こういうことであります。それをできるようにしただけであります。まあこれはこれで相当、まあ、思想の転換がありますけどね、まあ、そういうことによってですね、もちろんいろいろ手続きがありますけどね、プライベートファイナンス呼んで字のごとく民間の資金を指導することによって、公共事業、公共的な設備を作るということであります。まあそのためにはですね、もちろんもろもろ制約がありますけれども、まずは PFI 協議会というのをですね、まあ、法律のもとに作りまして、そこにお金も、そしてまた民間の技術も入れる、人材も入れる。私は作るのはその公共事業、公共政策ですからね、その実は当然、まあ、厳しい政策がありますけどね、まあ、端的にはそして、その事業でですね、かかったこの費用、この民間のお金がほとんどですから、まあ、その時には当然、伸び払いというか、ゲップのような形で、その民間事業者にですね、また民間金融機関にお金を払おうと。非常に単純なですね、まあ、要するに、民間に、公共事業をやらせて、そして、その2階の部分はですね、ゲップなり、カップなり、伸び払いなりでやるんですと。極めて経済的には簡単なんですけど、そこに至るまでは思想の転換、そういうものがあります。実はこの PFI 政策というのは、間違いこの日本のですね、経済政策の中で、まあ、一つの重要な位置をじっとりと占めてきたのも事実であります。実は財政が非常にその厳しい時にはですね、この PFI 政策をどんどん進めろと、まあ、いうことになります。財政がですね、豊かになると、なんとなくこれはですね、まあ、存じられるとは言いませんけどね、わざわざそんなことする必要ないじゃないかと、まあ、今日は国土交通省やら文入省、今日経済省とか関係者おられることか知りませんけどね、これを作るときには非常にこれらの、まあ、官僚組織とですね、まあ、争ったというか、だいぶ言い争いをいたしました。やっぱり財政というのはね、
国がやる人生のもんであってね、そんなのにね、民間企業やらお金やら技術者やらですね、ってそんな問題だと、まあ、こういうようなことを言ってましたけど、実は私どもが今、陣を取っております、国会のですね、議員会館、これは今やですね、PFI 事業でやった施設であります。私は今晩終わるとですね、議員会館に寝泊まりしてるんですけどね、これも実は PFI 事業でやった事業でありましてね、ほとんど規模のデカいのとしては一番大きいやつであります。しかし、同時にですね、地方自治体にもですね、非常に積極的に私どもがですね、まあ、応援をしておりまして、いうことであります。まあ、いろいろ事業がありますけど、今日のこの一面のですね、あれは、ちょっともう一回見ていただきたいと思います。これは平成14年のちょうど十数年前ですけどね、右の方にこういうことがあります。PFI こそ経済再生の鍵。金のない市長よ来たれ、やる気さえあればよい。仕事のない社長よ来たれ、頭を少し使えばよい。投資家よ来たれ、最も安全なビジネスがここにある。これは私が作ったこの、ね、標語でありますけどね、当時、まあ、少し話題になりましてね、まあ、要するにね、この財政という以上どこの市町村もですね、財政なんて苦しんでいます。そうするとね、みんな何かやりたいとにもかかわらずですね、なかなか金がね、できないというようなことで、当然のことながら、それからそれは進まなかったんですけどね、私はこの金のない市長よ来たれ、やる気さえあればよいというこのコピーをね、そうですね、100市町村ぐらいでね、配りましてね、まあ、郵送しましてね、したらそうですね、20人ぐらい市長さん、町長さんがね、相談来まして、大丈夫ですかね、ということで大丈夫だと、とにかくね、このシステムでね、きちっとした管理のもとにやれば、必ず私たちが今作りたいもの、それをね、それで豊かになれば、それをちゃんとゲットで返せばいいんだと、まあ、こういう説明でもですね、まあ、多くの市長さん、町長さんがですね、相談で、何件かまさに具体化したことがございます。その時にね、私が申し上げますのはね、要するに、この知恵がやっぱり必要でありますからね、まず金を誰か入れてもらわなきゃいけない。それが投資家よ来たれ、安全な投資先がここにあるということで、まあ、銀行、証券会社、これのところにですね、その市、大体この市の行政に負担するわけでありますから、だから金はあるけど、壊るとか、投資することがないという銀行についてはですね、非常に大きな投資先になるわけであります。まあ、こういうことでね、この PFI というそのシステムを通じましてね、まあ、たくさんの事業が生まれるということであります。まあ、もとより、まあ、気をつけないといけないのはですね、じゃあそのいわゆるその三セクといわれる、まあ、皆さんご存じだと思いますけどね、第三セクターといってね、まあ、似たようなこの制度、すなわち公共事業から、公共側から投資をし、そして、民間も投資する、まあ、要するに第三セクターを作って、いろいろなこの事業をやると、まあ、いうようなですね、ことが、まあ、すでにいろいろ行われています。ただ第三セクターというのはですね、半分は非常にいいんですけどね、この失敗をした、大失敗をした事業もたくさんあるんですね。ですから三セクっていうのは見方聞き方によってはね、危ない事業のね、典型みたいに言われているところがあるんです。まあ、そういうことでね、第三セクターというのはなんとなく、まあ市長さんのに国がですね、予算出してくれてるからね、管理運営が極めてずさんな、まあ、結果的に数えてみるとですね、大変な
まあ、あの借金を抱えてね、最後は投資主である自治体なり国がですね、最後の、まあ、この責任を、まあ、主流をその起こされる、まあ、こういうことがよく言われるわけでありますから、ですからこの PFI 事業もですね、リタイアの反省の上にですね、とにかく PFI 協議会というのはですね、極めて厳しい、この監督管理のもとに、これは発足しますからね、もちろんスタートにおいても相当な努力というか、まあ、こんなことを言えるわけであります。今あのよくありますのは、名古屋のですね、飛行場はですね、の PFI 事業によってですね、あの運営をされています。作るときはですね、あのこの PFI 形式によって行う、そして運営もそういう民間主体の PFI 協議会が行う、そして当然のことながら、その、まあ、負担金はですね、あのそこで払った利益でそれぞれの資金元にですね、返される、まあ、こんなことが行われておりました。まあ、関西空港も現在その方向で今進められているということであります。まあ、要は国に金がない、自治体に金がないというような時にね、まあ、この方式で、しっかりやるということがですね、可能だという、まあ、それによって早めに、まあ、この事業体が発足をして、それによって、まあ、国民市民のですね、この幸せなり流れが出てるんですね、あの非常にいいことではないかと思っています。あの山口県にですね、三重市というところがありますから、山口県のところそれにですね、刑務所があるんです。刑務所が、ね、三重刑務所です。実はこれは刑務所としてはね、あの日本で一番最初の PFI 事業に基づくやつであります。まあ、これも多少私が関与しておりましてね、その昔というか、その昔ですね、本省の強制局長というのは私の、まあ、同僚だったことですね、いろいろやってるうちに、今は刑務所が、もう今もそうなんですよ、ですまあ、6、7年前ですかね、刑務所いっぱいでね、まあ、あの受刑者の人権問題だというようなことがありました。まあ、それについて、なんとかせないかんけどね、金がない、それで私はほっと思いつきましてね、なんだお前ね、PFI でやるって言って、そんなね、民間資金をね、この受刑施設なんかにね、使うなんて、そんなありえないと、財務省もと言わないしね、誰もと言わない、まあ、いうような話もありましたけどね、まあ、私、相当説明に伺ったらね、あるときにね、ぜひやると、まあ、試験的にやる、まあ、こういうことがあるんですね、もう何年でますかね、できて6年ぐらいになりますけどね、まあ、あのその PFI システムで、まあ、公共施設も、まあ、この典型みたいな、受刑施設も、それからいろんなですね、市役所、庁舎、それから官、所有の例えば保育所とか学校とかですね、そういうものがどんどんその用途先がこの増えていると、まあ、こういうことであります。まあ、あの実はその山口県のね、刑務所のうちですけど、実はえらい立派なね、立派すぎる実は刑務所になっちゃったんですよ、ね、そうするとですね、市民から別の意味で苦情ができまして、あんまり立派な施設なもんだからね、中に一回入りてえななんですね、思う人が出てくるって言ってね、まあ、そういう意味で私は法務省にきつく、ね、言いましてね、いい加減にしろと、ね、やるのはいいけどね、やっぱりその周りとの環境を十分その考えてね、やってくれと。何事言ってますが、もうすでに今全国では4つか5つ現象を特に今 PFI ということになっています。まあ、いろいろありますけれども、まあ、PFI というそういうシステム、これをですね、皆さんご理解していただきまして、金のない市長に来たりと、やる気さえあればいいと、まあ、ぜひ皆さん方のお地元でですね、そういう市長、特にね、若い市長というのはね、その金もないし、たまたま応援団も少ないということでね、もう予算の面からいろいろ縛られているケースが多いんですね。そういう人に対してね、まあ、しっかり夢を持たせるような事業、これができる、また可能性があるということですね、しっかりまた報告をいただきたいと思っております。ちょっと長くなりましたけれども、私からも報告をいただきます。
それではありがとうございます。